し部活やめる程の皆さん、ありがとうございました。続いては白鴎大学アカペラサークルセオ所属サルーテの皆さんです。大人の魅力を目指している女子5人のバンドです。イタリア語で乾杯を意味するバンド名の通り、皆様が酔いしれるような演奏をお届けしますとのコメントをいただいております。それではサルーテの皆さん、よろしくお願いします。用意しておりますので、ぜひこの機会に覚えていってほしいなと思います。それではですね、早速次の曲に行きたいと思います。次の曲はですね、今日12月14日、はい、アルトアットクリスマス2013ということで、そのクリスマスにふさわしい曲を用意しました。ぜひお聴きください。2曲続けてお聴きください。1曲目ビーズさんでいつかのメリークリスマス、2曲目が出てこない、そうですね、中島美嘉さんで雪の花です。すいません、実は雪の花は本日初披露の新曲でございます。なので曲名が出てきませんでした。はい、すいませんでした。それではお聴きください。さらに夢を追いかけた。
喜びも悲しみも全部分かち合う日が来る。と思って微笑み合っている色褪せたいつかのヘリクリスマス。初めて怖いと思った。人を愛するということに気がついた。いつかのメリークリスマス。立ち止まってる僕のそばを誰かが足早に通り過ぎ、ずっと
ございます。ゆこさん。はい、私たちサルーテには、ツイッターのアカウントがございます。サルーテ手を撮影してくれても大丈夫ですし、パンフレットに記載されている、のを入れていただいて検索していただいてピピッとフォローしていただければと思いますので、もう少しで200人になりますので、今日いらっしゃる皆様でピッとやってフォロー200人にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なんか目標が持ってきました、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それでは私たち次の曲で最後になってしまいます。最後もすごく風が強い中なんですが、しっとりと耳を澄ませてお聴きくださいませ。それでは最後の曲です。ドリームズカムトゥルーさんで優しいキスをして。優しいキスを、これが運命なら。